ように話していました。コッソンはもう負けたら出ないって言ってますもんね。負けられないっすよ。リットさんはどんな展開を予想しますか。チーム対決かなと思ったんですけど、大阪の選手が下がった。結構下がった。コッソンも前に出ました。おお、ホッソンでした。両フッカ得意、かなり気持ちが入っています。ホッソン前回と違ってもっと前に出ていってます、そうですね、いいの張りました。今両フッカ得意で坂田、ここまで圧倒している。少し勝利さん、はい、鈴木さん、はい、そしたら両フッカというふうに話していました。サスポーサイル飛び込んでいくように。ホッソン、ここはプライドを捨てています。これ落ちた、期待が定まるように坂田の顔面トライシーンがありました。おお、すごいすごい試合ですね。結構ヒリヒリする試合でしたね。なんかいつ終わってもおかしくないような。ジャッジオーディエンス、青ホッソン、青に入りました。僅差の勝負でした。以上3対0を持ちまして勝者ホッソン、命は取られました。ホッソン僅差の攻防、わずかな差、勝利となられました。選手には先ほどの話で勝利となられる負けから身を引くと、そういうものを感じましたね。男気ある戦いがすごい印象的で、あのホッソンさんが、ホッソンさんの試合が今後も見れるということで、はい、また楽しみです。未来はつながりました。ホッソン、あ、カイさんまだ聞こえてない。生き残りましたね。いや、まだまだ練習したかったですけど、ね、いやー、なんか左が切れてましたね。切れたんですけど、もっと切れたんですけど、練習ですごい音鳴ってましたよ。いやー、バーンって、なんか申し訳なかったですね。まだまだこんなもんじゃないですか。もうちょっと元気剤も投げていきます。いや、でもヒリヒリした試合で、なんかいつ終わるか分かんないような、結構スリリングな試合でしたよ。楽しかったですね。もっと殴り合いたかったですけど、まだまだ行きます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。もっと1分に詰め込まなかったです。ありがとうございます。蹴りちょっとでも危ないですね。まだ対策、ね、もらってますね。蹴り対策してください。蹴りたいなと思って。ありがとうございます。ちょっと蹴り対策します。高いみたいに。お願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。スポーツを100倍楽しむならビーベット。対戦結果を予想して当てろ。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。